どうせ最初は予告だし落ち着け。つうか無駄に元気すぎ。花からそんなテンション高えと一日持たねえぞ。ま、お互いここのとこ忙しかったからな。何誘ってんの？街中じゃできねえことしたいとか？余計な気回すな。前から約束してたデートだろ。ほらさっさと行くぞ。ポップコーンをしよう。あと炭酸な。今日は塩の気分なんだよ。なんだ。おう、悪い。聞いてなかった。いきなり変とか頭おかしいとか、失礼なやつだな。別にいつもと変わんねえ。騒ぎすぎてちょっと疲れてるだけ。もしいつもと違って見えるとしたら、お前の観察力が怪しいだけだろ。俺がロマンス見てもいいだろ。愛は世界を救う的な。ああ、それはあれだ。あんまひっつくと恥ずかしいだろ。最近抹茶のうまさに目覚めた。抹茶 is very sweet。 しつけ。だからな。わけねえだろ。
り寒気とめまいがするだけ。叫ぶな、頭に響く。悪い、ちょい、膝、香り。母さん、おい、なんだよこれ、なんだよこの赤いの、目覚ましてくれよ。こんなとこで寝て風邪ひいたらどうすんだよ。母さん、大丈夫よ、タケル。ゆっくりお休みなさい。ここは俺ん家か。なんでここに。そんなこともあったような。そりゃ隠すだろ。正直に言ったらデート中断するって言うだろお前。そしたら一緒にいられねえし。なんで笑うんだよ。もう二度と言わねえ。
実際大したことねえと思ったんだよ。つうか言えるわけねえ。休み取るために徹夜しまくってそれでぶっ倒れたとか。不思議な気分だ。風邪ひいたときこうして看病されるなんて、ガキの時以来な気がする。なんで？のチョイス、時々妙に年寄りじみてねえか。何でもいいのか。ならお前がいい。お前が欲しい。俺がいなくなったら泣くだろうってそう思ったら不思議と冷静になった。うまく言えねえけど、要するにお前を泣かせたくなかった。それが俺がアドニスを退けた理由なんだよ。そりゃまあな、俺には可愛い彼女がいるわけだし、どんだけ悪い女に誘惑されても浮気するわけにはいかない。